皆さんこんにちは。今日は、初めてドラッグストア縛りでのメイクをしていきたいなと思います。昨日揃えてきました、買ってきました。久しぶりにドラッグストアに行って全部1000円以下で買いました。だから1000円以下の、コスメだけを使って、メイクをしていきたいなと思います。では前髪をね止めます。でもなるべくなんかすごい有名なのにしました。もう私本当コスメあんまり分かんなくて、有名なのとかアットコスメで1位になったものとかがすごい入ってるので、みんなも真似しやすいかなと思います。じゃあベースからやっていきたいと思います。ニシャ M クッションファンデーションネオカバー、これね見たことなかった、新しく発売されてるのかな。なんかね透明感がすごい出るやつらしいです。ミシャのクッションの有名な真っ白のやつは高校1年生くらいの時に使ってました。でそっからキルカバーを使い始めて、まあいろいろ使ってって感じですね。だから久しぶりにミシャを使います。もう塗っていきます。あ、でもすごい、こっちが塗っててこっちが塗ってない、わかりやすい説。私今すっごい東京リベンジャーズにハマってて、映画も見に行ったし、アニメ毎週追ってるんですけど、もうアニメじゃ足りなくなっちゃって、ついに漫画に手を出してしまって、もう今さえあれば漫画見てます。最近はずっと東京リベンジャーズしか見てないんですよね。本当に私の推しは三ツ矢くんなんですけど、三ツ矢くんが本当にかっこよすぎて初めてアニメにハマった。もう私アニメにハマらないと思ってたんですけど、やばい、もうあれは沼、すごいかなりツヤになります、塗れました。でコンシーラーはキャンメイクのカラーメキシングコンシーラーの01番、ニキビ跡とかは一番右らしい。もうね、顎のニキビ跡がね、頑固すぎて本当に消えない。これをクッションで、はい、ベースは終わりかな。で、これはドラッグストアで買ってないんだけど、一応プチプラなのでちょっと持ってきました。イニスリーのいつも使ってるノースバームパウダーです。もうこれは本当にね、もうめちゃくちゃいいですね。本当にね、東京リベンジャーズをね語りたいんだよね。本当にもう毎日見てる、てか今の段階、今撮影してる日の段階でネットフリックスで配信されてるのが14話配信されてて、漫画だったら40話ぐらいなんですよ。昨日から見始めて今111話まで行ったので、もう2日ぐらいでもうめちゃくちゃ進めちゃった。寝る間も惜しいんで毎日見てる。すごい、めちゃくちゃツヤ肌。はい、ベースは終わりました。眉毛をします。眉毛はセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー02番ナチュラルです。私はアディクションの眉毛用のブラシでいつも描きます。もうね、このね、ブラシにしてからね、もう眉毛が描きやすくなった。で、私は髪の色がね、明るいので、この真ん中の色を取って描きまーす。とね、眉毛は全大きい鏡の方が失敗しない。本当にね、描くのがね、苦手なんですよね、眉毛。あと、眉毛皿も行かなきゃ、最近、行ってない。で、眉毛をかけたらアイブロウパウダーですね。アイブロウパウダーはリジャブのアイブロウカラーアッシュブラウンです。一番明るい色にしました。私は髪の毛がね、明るくしてるので今まず一番明るい色にしてみました。眉毛は髪の毛の色よりちょっと明るい方が垢抜けて見えるらしいです。このジシャブのさ、マスカラ、眉マスカラすごい気になったんだけどさ、ブラシがめっちゃ細いからさ、
めっちゃ書きやすい。え、これすごい。うわ、これめっちゃいいな。次にチークいこうかな。あ、これもまた開けてないわ。このね、セザンヌのチーク気になってたんですよね。このセザンヌのチーク、他のね、色も持ってたんですけど、ちょっと秋っぽい色持ってたんですけど、ちょっとこういうね、イエベっぽいザ・オレンジの色を買ってみました。これは04番の色ですね。私はイエベなので、ちょっとこういうオレンジ、コーラル系のチークが得意ですね。血色感がすごい上がります。おー、かわいい。目の下に三角に沿ってチークを入れるイメージかな。これ三角。かわいいアイメイクに入りたいと思います。ヘアメイクのシルキースフレアイズ07番です。これめっちゃかわいい。このザオちょっとオレンジっぽいね、ちょっとコーラル味が強い色。そう、これを使ってメイクしていきますね。この色をまぶた全体に塗ります。お、かわいい。え、めっちゃかわいい。これ一個広範囲にボーって塗ります。で、下まぶたにも塗ります。囲みます。この一番オレンジの色味を二重幅よりちょっと広めに塗ります。この色めっちゃ可愛いんだよね。ライト発色する。結構ね、かなり発色する。今回はイエベメイクかな。夏、オレンジで統一してもっと夏っぽいメイクですね。お、かわいい。で、黒目の下まで下まぶた塗ります。お、かわいい。目をね、縦長に見せたいので、なるべくちょっとここ、濃いめに描きます。私、ちょっと広範囲に。ここをちょっとなぞるイメージで。で、一番濃い色をチップで塗ります。まぶたのね、ちょっとアイラインを描くみたいに、ちょっとぼかします。で、下まぶたもちょっと締め色として際に塗ります。そしてこのね、使ってない一番こっちの白いアイシャドウを涙袋に描きます。で、手でお願いします。そしてこちらもドラッグストアで一応買ってはないんですけど、ペリペラ一応すごい安かったので、9点で買って590円だったんで、一応1000円以下かなと思って、ワンプラスアイテムですね。このグリッターを目の上と涙袋にちょん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 、目開けてグリッターが見えるぐらいとか、いつもより上目に塗っても可愛いかな。だからこれかな。塗りすぎた説ある。ちょっと調節しますね。こっちも、一回メイクさんにポップの撮影でグリッターを目のね、目開けてもちゃんと見える範囲、この上ら辺にやってもらった時すっごい可愛かったから、ちょっと真似してみた。めっちゃ可愛い。目つぶって伏し目になった時にキラッと輝くグリッターも可愛いけど、目開いてる時も見える方がちょっと可愛いよね。うん、下まぶたも塗りました。で、次マスカラかな。マスカラはキャンメイクのブラウンのクイッククラッシュカーラーロングマスカラ02番
ロングの方にしました。ちょっとブラシ太めですね。こういう感じ。私はまつげパーマもしてるので、ビューラーは省きます。あ、すごいいい感じに伸びる。イエベでオレンジメイクなので、ブラウンの方が馴染むかなと思って。でも私アイメイクであんまり黒ブラックを使いたくなくて、ちょっときつく見えちゃったりするので、まあね、メイクはね、足し算したり引き算したりね、しなきゃいけないので、私はなるべくアイラインもブラウンを使うようにしてます。アイラインは絶対ブラウンかな。うん、力できました。おー、すごい、これボリュームすごい。あ、ハイライト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 はこのね、めっちゃ有名なセザンヌのパールグローハイライト01番有名だよね、これ本当に。周りのね、あのポップの子でもね、使ってる子が多かったです。これは私はこの鼻の頭と、ここと、ここあと最後は唇の上になります。リップ山のとこかな、リップ山のとこ、こうで、ハイライトは終わりです。ラインだ、ライン引いてない。キャンメイクのスリムキャップアイライナー02、あ、ブラウンですね。アイラインも目尻だけしか引かないかな、私は。跳ね上げることもなく下げることもなく延長線上でピーって引くかな、私は。久しぶりにライブうまくいったかも。で、あとはリップだ、最後リップになりますね。リップはオピュ、オピュっていう、これは韓国のブランドだけど、オピュのジューシーパンスパークリングティント JOR01、 なんかね、新作が出てました。色、めっちゃ可愛い色が出てた。うん、可愛い、すごいツヤツヤ。マンガまで終わりました。かなりイエベ、イエベっぽい、イエベ春かな、私イエベ春なんですけど、全部でね9045円でした。そう、これはね、一応1100円なんでした、1100円だったんだけど、あの消費税抜きだと1000円って感じだから、ギリギリかな。一番安かったのはアイブロウかな、アイブロウだ、アイブロウが一番安かったかな。はい、こんな感じでオールコスプラ、オール、ドラッグコスメでメイクしてみました。おー、めっちゃいい感じ、すごい可愛い。一番チークがすごい可愛いなと思いました。オール1000円以内でメイクをしてみました。すごい楽しかった。こういうちょっと挑戦系のメイクいいなって思いました。これはイエビハルさん向けのメイクかなと思います。ぜひ真似してみてください。じゃあまたねー。